里崎チャンネル。こんにちは。はい、ありがとうございます。はい、さあということで、はい、今回はですね、うん、年末年始、うん、お正月に向けて、はい、12球団の監督が、うん、なんかコメント出しますよね。はい、新年の挨拶みたいな。うんうん、でそこで、うん、あの気になったワードをピックアップして、はいはい、今年にかける監督の意気込み、うん、&その中の疑問っていうところで、そんな疑問生じます？そんな新年の挨拶ぐらいで生じちゃうんですよ。12球団みんなの見たんですか？見たそこはやっぱねチェックする方がさすがですよ全部、はい、あの12月15日ぐらいから、はい、あの1月31日までの監督の談話の全記事見た、はいはい、すごい今日は、はい、セリーグから、はい、だからセリーグの1位は原監督ですね、はい、原監督で、まあ、気になったところはですね、うん、前年どういう位置に終わったとしても横一線から用意どんだから、うん、それが野球の厳しさであり面白さでもあると、はい、だからまあそれはチームっていうことだよね、うんうん、で、てっぺんにある目標は日本一になること、この思いは強いと、うん、特にジャイアンツの選手は2年連続でああいう結果が残っているわけだからね、ただ足元を固めてペナントレースをまず勝ちに行く、これは何より重要なことだね、はい、だからまあチームは去年優勝したけども、うん、もう一回横一線でスタートやと、うん、で他のチームも優勝を狙っていくけど、うん、巨人軍っていうのは2年連続ソフトバンクにスイープで負けてるから、はい、その思いも込めて今年はやっていかなきゃいけないと、必ず日本一を目指すと。そうそう、うん、で新しい力、新しい野球、新しい調整法、うん、非常に意義ある2020年だったと、うん、だやっぱり昨年は、うん、やっぱそのいろんなことで新しい試み、はい、そのまああのカウント中にピッチャーが入るとか、うん、まあ、増田がピッチャー出すとか、はい、いろんなところであのこう常識を覆すような、うん、新しいことを試みながら、しかもそれを結果で示すっていうところで、はい、やっぱ指揮官としてはすごいいい野球をできたなっていう印象は、うん、この新しい力、新しい野球、新しい調整法っていうところでね、はい、見れるなと、うん、で、31人の登録人数の中で、はい、ベンチ入りが26年ということも含め、うん、コロナ禍で戦術的にも思い切った戦法を使ったと、うん、まあ、そういったところで使いましたよね。でサインの伝達も全員がスムーズに行動を起こせるようになったと、うん、ペナントでは安定した戦いができ巨人の野球という形もできたと、うん、まあね、いい形でできたと思いますよね、はい、でここから差を埋めるためには、うん、だからパリーグとソフトバンクと差を埋めるためには、はい、まずは肉体強化に再着手したと、うん、選手個々に徹底的なウエイトを減免と、うん、投打にわたって基礎体力を向上させたと、うん、この選手はウエイトを含め相当強力なパワーアップをしてくれたと思っていると、うん、私がいいもしたし、やって本人たちも頑張ったと、うん、打者においても投手においても体感していることだからというところで、うん、はい、まあ、去年1年間セ・リーグ戦ってきて、うん、いい戦術できたけども、うん、勝てたと、でもソフトバンクパ・リーグに勝てないと、はい、なった時にもう1回やっぱり体力を向上させて、うん、パワーは出力だから、うん、やっぱそのパワーを上げるためには上トレーニングをしっかりして投げる力の強さ、うん、打つ遠くに飛ばすスイングの反射をもう1回身につけようというところで、うん、まあ、そこを今年は重んじたいんだなと、はい、だから昨年も調整法とか技術とかできたと、うん、でも一番大事なのは体力だと、うん、でここでやっぱ体力の向上を図ってやっていきたいっていう思いが見えたなっていうところが面白かったなっていう、はい、うん、すごく真っ当で、そうあ、なるほどっていう感じですね。やっぱ体力の低さがね、うん、差を埋めるための一番の課題かなっていうところが見えて、はい、まあ、巨人のねキャンプもまた楽しみかなっていうところもあるんでね、うん、はい、あの非常にこれには疑問はないわけですね。うん、あの分かりやすかったっていうか、あ、なるほど、か今の課題は一丁目一番地は体力強化でウエイトトレーニングも増えた、だからダルビッシュ流ですよね、はい、筋力を上げてっていうね、うん、だから非常にだから浅村とかがね、うん、沢村とかがやってたことと、はい、まあ、同じようなことかなっていうところで、体作りから今年はやっていこうと、まあ、そうですね、はい、で続いて2位の阪神、はい、矢野監督と、うん、新スローガンについて、今の僕たちに一番必要なことは挑戦することだと考えていますと、うん、はい、試合結果による評価されがちですが、エラーをしても前に出る、打たれてもバッターに向かっていく、そのような姿勢が僕たちのチームの成長には一番必要なことと考えているので、うん、まずは挑戦することを挑むことを最初に掲げましたと、うん、次に超えることですが、これは、超越するということですと、自分の壁を超えるライバルに勝ついろんなことがありますと、うん、普段から選手には比べるのは昨日の自分という話をしていますと、うん、ライバルが活躍すればモチベーションが下がったり落ち込んだりすることもあると思いますが、うん、自分自身を常に超えるという意識し、そういう自分であり続けたいと思い続けていきたいので、超えるを2つ目に掲げましたというところで、なるほど、だからまあね、うん、このエラーしても、うん、打たれても前に向いていくっていうのが大事ってみんな言うんですけど、はい、それをさせてくれるかどうかはもうベンチ次第なんですよ。あ、だからすぐ下ろされちゃう可能性もあるし、まあ、あるし、ネチネチ言われたりとかすると、うん、ベンチチラチラ見ながらやるじゃん、うん、だってこれよく言うんですよ、はい、やってほしい、うん、
それをやらせてくれるかどうか、ベンチを。ああ。初回から思い切っていけばいいやって言って、はい、うん、初回1点取られるもんなら腕組んでこんな顔されたらもうそれきついよ。そうですね、うん、いやでもこう言ってるってことは、まあちょっとやそっとじゃ変えないから次取り返すよっていうつもりで采配するってことですよね。とだからそれを信じたいですよね。そうですね、はあ、うん、だそういったところでも、まあそのね、やっぱミスしても前に向いていくっていうことは大事やし、はい、でもそれをさせてくれるのは選手もそうだけど、やっぱコーチとかベンチもすごい大事だよねっていうね、うん、はい、ところはあるんですよね、はい、で次3位与田監督。で与田監督はですね、優勝するチームには相手がどれだけ警戒してもスタートを切ってセーフになる選手がいると。これ盗塁ね、はい、そういう選手を育てないといつまでたっても機動力は上がらないと、うん、大島強打の足の選手はいるが与田監督が求めるのはさらに特化した、新顔だと。高松であったりルーキーの三好、うん、土田にしろそういったものを持っていると、うん、だから要はあの相手にどんどん走ってくるなとより思わせていかないといけないと、うん、中日は走らないしホームランも少ないしチャンス少ないって相手に思われたら勝てるわけないっていうところで、うん、このもっと貪欲に走って、これねすごい言うんですよ、どの監督も、はい、盗塁って、うん、でもこれはまあ多分僕が監督になってもそうですけど、はい、アウトになればなるほど、うん、あとチームが下が順位にいるほど動きにくくなるんですよ、うん、機動力使いにくいってことですか。やっぱね、作戦っていうのは、はい、リスクが絶対伴うんで、うんうん、チャンスを潰すっていうリスクがあるんですよ。あ、だから言えば順位で言うと、はい、上のチームほど動きやすいんですよ、余裕があるから。そうそう、1位のチームほど、うん、2位にいるチームほどいろんなチャレンジできるんですよ、はい、で先ほどね矢野さんが言ったチャレンジっていう言葉するんですけど、うん、優位、絶対的優位にいるやつほどチャレンジできるんですよ、はい、だからミスとかでも、うん、レギュラーの方がチャレンジしやすいんですよ、うん、失敗しても明日あるんで、はい、レギュラーじゃない人って失敗したら明日がないかもしれないんで、確かに、うん、だからチャレンジしづらいんですよ、はい、だから大事なんですよ、はい、ベンチがね、うん、でこの話もそうですけど、はい、チャレンジするのは簡単なんですよ、うん、これはもう誰でも言うんですよ、はい、僕がもし監督になったとしても、うん、順位が下だと毎日勝たなきゃいけないんで、はい、余裕ないんですよ、うん、でチャレンジして失敗したらチャンス潰すじゃないですか、はい、下にいるってことはチャンスが少ないじゃないですか、うん、ってなった時に動けますかっていう。はー、だから要は走るも何も、はい、もちろん選手がね、うん、ベンチからの信頼を得るっていうのが一番大事なんですけども、うんうん、一番大事なのはサイン出せますかねっていう。その監督とかコーチ陣がサインを出す勇気がありますか、うん、っていう。そうそう、それを全部選手に丸投げで、うん、もう自由に走っていいよって言ってるのに走らねえんだよ、じゃあダメなんですよ、うん、じゃあサイン出して行かせればいいやっていう、はい、でも作戦すると失敗してチャンスを潰すリスクがあるんで、うん、ここが上にいるチームと下にいるチームの一番の違いなんですよ。あー、なるほど。でも逆にですよ、一番下のチームだったらもうなんとかするしかないじゃないですか、うん、だから逆に挑戦しようっていう気にもなりそうじゃないですか。でも負けたら罵声ばっかり飛ぶじゃん、だからダメなんやって。そう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 、あ、まさかさ失敗ばかりしやがってみたいな。だからそしたら動、そしたら動かなくなるんですよ。はい、あー、そっか、動けなくなるっていう。失うものは何もないって思っちゃいますけどね。いや、失うものあるよ、首っていう確かに確かに最下位のチームの失うものも結構大きいですね。大きいよ、クビになるからね、その監督とかは。そうそう、うん、でも動いて負け失敗したらあれやし、いや、セーフアウトなりそうやし、あーん、ステイホーみたいなだから気持ちはすごい分かるよ、はい、やっぱりその何でもそうだけど、うん、若手とか勢いある時も、はい、チャレンジしろって言うけど、うんうん、失敗したら居場所なくなるから、はい、やりにくいわけよ、うん、でも確固たる人は失敗しても明日あるからいろんなことしやすいじゃん、はい、だからあの原監督が新しい戦術、新しいなんとかっていう、うん、しかもそれをやりながら結果もついてきたからすごい良かったですけど、はい、で上にいてゲーム差空いてたらやりやすいじゃんね、うん、そうですね、うん、まあ、ゲーム差あったらまあ1回失敗したところで、そうそう、でしかもこの1週間とか長い目で、まあ1週間では勝ち越しはいいやろみたいな、私試しに使ってみるかとか。そうそうそう、でも下のいるチームはもう今日も勝って明日も勝って、とにかく連勝っていうハードルが上がるから、うん、そういったところでも、まあ、その言ってることは分かるしごもっともだけど、最後サイン出して勝負できますかねっていうが一番難しいのよ。だから最初上位でいなきゃいけないのよね、うん、で、続いてがですね4位、DeNA、はい、三浦監督、新監督です、はい、あまり決めつけたり固執せず柔軟な姿勢で指揮を取ることし、キャンプ振り分けでも全コーチに案を出してもらい総合的に判断と経緯を説明したと、早速フレキシブにスタンスを取ったと。退任の際に 80% はデータ 20% はフィーリングの決断スタイルで自分の信じるやり方でやってきたとした
ラミレス政権との、差異にも注目したいっていうね、うんうん、で、まあ、あの競争協調と、はい、高いレベルの競争が起こってほしいと、うん、競争の原理がチームを働く上が大事だと、うん、で昨年不調だった、山崎康明を、うん、年が明けたからといってゼロからのスタートではないと、うん、あえてファームスタートをさせる厳しい姿勢をとって、うん、フラットな視点で見ていきたいと、うん、対して昨年ファームで見てきた選手が勝負の年に、宜野湾一軍キャンプ地に入れてるかどうか、うん、入ってきたらどういうものを見せてくれるのか期待したいと、うん、その上積みで宮本関根など近年あまりチャンスを与えられなかった選手に光を当て、うん、人心掌握も加味してチームの活性化を狙うと、うん、まだ結果が出なければ入れ替えはもちろんあると、心象筆伐の構えだというところで、うん、これがね新しい監督になった時の一番のメリットですね、はい、やっぱ今まで使われなかった選手が使われる可能性があるんで、うん、このキャンプでどこまで勝負できるかっていうところがあるんですけど、うん、一番の問題はこの必勝筆伐なのよ、うん、何が問題ですか。やっぱり、うん、区別するじゃんね、差別じゃないよ、区別するじゃん、はい、こいつ育てたいって、うん、そしたら結果出なくても一番置いとくのね。あ、まあまあそうですね、ここの兼ね合いを見すると選手から、うん、結局みたいな、やっぱ人だからお気に入りとかこの人頑張ってほしいとかいろいろあるわけですよね、うん、あるのよ、うん、ひいきみたいな、うん、結局あいつはファミリーだからとか、はい、絶対なるのよ、うん、もう、まあ、野球界だけじゃなくてもね、はい、ここをどこまで厳しくできるかが、うん、この必勝必罰を掲げた限りはやれるかどうかが勝負なの、はい、うん、ああなるほど、まあ、確かにもともと二軍監督でしたっけ、うんうんうん、そうしたらやっぱ二軍監督で面倒を見てて、うん、あいいなと思った人を一軍で使いたいっていう気持ちもあるでしょうね。 そうそう、その選手が結果出してくれたらいいんだけど、うん、結果が出せなくても本人はやっぱ頑張れるから我慢するって思ってるけども、うん、旗から見たらえダメだった二軍じゃないのみたいな。そうですね、でその我慢がいい方向に出ることもあれば、うん、我慢しても全くダメなのに使い続けるってこと、ね、ここがまたね難しいとこよ、はい、うん、このスタイルを取るときに、はい、そうですね、うん、でもまあ新監督ならではのいいところもあれば、そうそうそう、だからチャンスもあるけども、そこのこのラインをしっかりやることによって、うん、チームがクッとなるかふわってなるかが決まってくるっていうね、うん、いやでも誰が一軍入りするのかとか楽しみですよ。開幕に向けてね、開幕スタメンはね、はい、うん、サバイバルのポジションもあるしね、はい、新監督が誰を選ぶのかっていうところは注目どころですね。そうですね。で続いて、はい、5位、佐々岡監督、はい、今年は2009年以来復活させるキャプテン制、うん、シーズンオフになりそういう考えを持ったと、うん、新井と黒田が代表して意見を言い合いコミュニケーションを取りながらやってきたと、うん、一つにまとめる印象があったあの時はと、うん、そのイメージ、新に1年目は一体感を掲げてやってきたと、うん、シーズンを戦い終え投手と野手で引っ張っていく選手がいてお互いに話ができるチーム作りが必要だと思い主将制を導入したと、うん、投手は大瀬良、うん、野手は鈴木誠也がそれぞれ指名したと、うん、誠也は責任を持って引っ張っていかなければならない、もちろんこれまでそういう思いを持ちながら戦ってきたと思うと、うん、これがさらにプラスになってほしいと、首相になることで意見を言えるだろうし上の人に対しても発言することで自分に責任が生まれると、うん、で大瀬良については昨年はエースとして引っ張っていったつもりが故障で離脱し悔しかったと思うと、うん、キャプテンになって、しっかりチームをまとめていってほしいと、投手から見た野手、その反対で野手から見た投手というところを選手間で話ができるだろうし、それがいい方向に進んでくれれば選手会長である康介を含めて要望があれば聞くし、うん、改めてみんなでチームを一つに作り上げていって、うん、優勝を奪還したいっていう、はい、まあ、新しく取り入れるというか戻すのはキャプテンと。そうですね、うん、でそこでね、でもね投手と野手で話し合うってまあ難しいんですよ、はい、野手は野手、投手は投手だったんですけど、うん、投手が野手のこと、野手を投手のことを言い出すと話がすっごいややこしくなる。でもこれは投手のキャプテンと野手のキャプテンをそれぞれ立てるってことですよね、うん、そう、野手は野手、投手は投手だけだったんですけど、はい、投手から見た野手、その反対で野手から見た投手というところで選手間で話が、ここが難しいんですよ、うん、あの、まあ、どこのチームも出るかどうかは別として、うん、俺は聞いたことあるのは、うん、7点ぐらい取って8点取られて負ける、はい、5点ぐらい取って6点取られて負ける、うん、っていう試合が続くと、はい、何点取りゃ勝てんだよみたいになるわけ。うん、そうですね、うん、で、1対0で負け2対1で負け、ほんま全然打たれへんやんってなるわけ、うん、いやどっちもどっちじゃない。そうで、しかもそれね、うん、こう来るわけよ、はい、その都度その都度でね、噛み合わせが悪くなると、うん、それをお互いで言い合うと、うん、逆に関係性が悪くなる。そうですね、うん、
打点取れなくて勝てる時もある、打たれすぎて勝てる時もあるし、勝てない時もあるし、どっちもどっちだから歯車が噛み合えばいいんですけど、うん、けどここがね、うん、投手と野手で話し合うのはまあ難しいのよ。あ、そうなんですね。投手は投手、野手は野手だと簡単、うん、自分たちのことだから。だってもう聞いたことあるもん俺、うん、普通に、はい、あのロッテのピッチャーで、はい、いやもう野手全然打ってくれないからまた勝ち星つかへんわってあのパーテーション越しの向こうで家族が待ってる、家族と話している人、あーでもパーテーションのこっちは選手食堂、うん、全員にほぼ聞かれてます、みたいな。聞かれてるの気がついてないわけですよね。でも気にしてないわけよ、そういうのも。あーなるほど、うん、気持ちはわかるよ、はい、家でいいよ。そうですね。聞こえてますって。でも本当にその毎回いい投球してるのに、うん、全然援護点がないピッチャーとかいるわけじゃないですか。まあそういう人たまにこのベンチ帰った時にこうグローブとかね、うん、見たりはしますよね、うん、あとピッチングコーチとかバッティングコーチでね、うん、まあ、何点打ったら勝てんだよみたいな、ね、うん、もう全然抑えてんのに援護点ねえな、なるじゃん自分の仕事としてはね、はい、だそこが、うん、投打で話はまあ難しいよ。そうですね、うん、逆にあのそういうこともあるよと、うん、だからそういう時はお互い不満を言わないようにしようよみたいな話し合いだったらいいんじゃないですか。でもやる意味ないじゃんね、そしたら傷の舐め合いするだけだもん、なんとか頑張っていこうみたいな、どうまいみたいな感じ、うん、そうです、ないですねやる意味、うん、やる意味ないからそんなんでね、うん、だからここはね、本当ね言うのは簡単だけど、はい、めっちゃ難しいんですよ。よく出るか悪く出るか分かんないですね、うん、そうそう、うん、だからねやんないっていうパターンだ、だから野手は野手、投手は投手でやろうみたいな、はい、なるそのがいいかもしれない、うん、そんなやつ自分らのところまでちゃんとやってるみたいな、うん、チーム打率何なの、チーム防御率何なのとかなるじゃん、はい、ややこしくなる、ね、そうですね、うん、そうそうそう。で最後、6高津監督、はい、このままでは絶対にいけないと、新しい選手が出てくることを期待したいと、うん、新人選手だったり移籍してきた新加入選手だったり新外国人選手だったりと、停滞したチームの雰囲気を変えるには一番効果的だと思うと、現有戦力の底上げは絶対だけども、そこに加えて新戦力の台頭は絶対に必要だと、うん、で慶応大学から即戦力ルーキーの木澤も入団したし、内川もね入団したと、奥側もそうですし、うん、木澤内川も新しい空気を吹き入れてくれる存在だと期待していますと、さらに新たに加入する外国人たちも大きな期待しているというところで、うんうん、もう現状じゃ無理やって分かってるそういう意見ですね。そう、もう現状は無理やと、うん、だからもう新人、新外国人、うん、でプラス新戦力の今いる戦力の底上げ、うん、でのどうにかしていかなきゃいけないっていう、うん、ちょっと苦しい事情が、はい、あのこう出てるなって、もうにじみ出てますね、はい、新戦力に期待っていう、はい、でもそこはね、だからそう思わせないように現有戦力の特に絶対的なレギュラーじゃない人は頑張らないと恥ずかしいよ、はい、そうです、ね、そうやって言われるのもね、言わすのもダメだしね、うん、だからそこ の, あの、まあ、それを狙ってるかも分かんないけどね、うん、高橋さんもね、ああこう奮い立たせるために、そうそうそう、だからその今現有戦力の中のそうやって言われてる人たちはもっと奮起しないと、うん、あのダメだね。これ聞いたら悔しいですもんね、いや自分がいるだろうってなるじゃないですか。でももっともっと思ってるかも分かんないしね、いや俺活躍できてないしなーって、あそうそうそう、うん、まあ、だから奮い立てばいいですよね。そうそうそう、うん、だこういった面でね、この監督の談話を見とくだけでも面白いんですよ。いやそうですね、うん、チーム事情がよく分かるというか、うでこれを見てね、うん、今度、はい、オープン戦終わったら、うん、絶対談話が出るんですよ、はい、そこで注目しながら、うん、これとすり合わせていって、おどうなのかなって見ていくっていう、ね、どう変わってるか、そうですね、はい、期待したいですね、はい。